ソルターゼは、原核生物の酵素の一群の一つである。細胞表面タンパク質の C 末端に位置する識別シグナルを認識して、これを切断し、表面タンパク質を改変する。ソルターゼは、ほぼすべてのグラム陰性菌と一部のグラム陽性菌と一部の古細菌で確認されている。ソルターゼはアミノ酸配列の類似性から6つのクラスに分類される。 クラス A ソルターゼは、とても広範な標的タンパク質への活性を示すため、ハウスキーピングソルターゼとも呼ばれる。その他のクラスは、気質得意性の高いものが多く、様々な機能を持つクラス B、ピリンの生鮮毛への組み立てを触媒するクラス C、胞子の形成にも重要な役割を果たすクラス D などがあり、クラス E と F については、不明な点が多い。 スタフィリコッカスオリアスのソルターゼ A は一種のペプチド転移酵素であり、表面タンパク質を細胞壁に結合させる。最もよく知られているソルターゼの基質となる識別シグナルは LPXTG モチーフから、ついで素水性の高い膜貫通タンパク質配列、最末端にはアルギニンといった塩基性残基の集まる配列からなる。切断は、 トレオニン残機とグリシン残機の間で起こり、ソルターゼの活性部位のシステイン残機を標的のトレオニン残機に一時的に結合させた後、表面タンパク質を細胞壁成分に共有結合させる。結果、トレオニンのカルボキシル元と細胞壁のペプチドグリカンの網の元との間に、網戸結合が形成される。ソルターゼによって細胞壁の付着を触媒される。 基質タンパク質には、各種酵素、ピリン、付着促進性表面等タンパク質がある。これらのタンパク質は、病原細菌による、病原性、感染、及びコロニー形成に、重大な役割を演じる。表面タンパク質は、侵入した、病原体と、宿主組織との間の相互作用を促進させるだけで、なく、宿主の免疫応答から、病原体を回避させる。 スタフィリコッカスオリアスのソルターゼへの場合、細菌表面に免疫グロブリンを捕捉させ、宿主組織への侵入の間、細菌の存在を隠す。ソルターゼへ遺伝子セルタを欠損した S オリアス変異体はいくつかの表面タンパク質を経流させて、細胞外に露出させることに失敗し、動物への感染能力を失う。ソルターゼは、分泌経路でシグナルペプチターゼによる、 シグナルペプチドの除去を受けた表面タンパク質に採用する。S. オリアスゲノムはソルターゼと分泌経路の酵素をそれぞれにセットコードする。20種類もの表面タンパク質を扱うために進化した結果だと考えられている。ソルターゼとの機能的アナログに外、ソルターゼがあるが、アミノ酸配列などは全く異なる。病原細菌において重要な酵素であるため、 ソルターゼを標的とした抗成物質の開発が行われている。システインプロテアーゼの一種であるソルターゼはメリップスにおいてペプチダーゼファミリー C60 に分類されている。ソルターゼはさらに2つの解分類として C60A と C60 バイトに分けられる。ソルターゼのトランスプロテアーゼ活性は構造生物学においてインビトロで 融合タンパク質を作成するために利用される。目的のタンパク質の C 末端に識別モチーフの LPXTG を付加させ、結合させたい。別のタンパク質の N 末端にオリゴグリシンモチーフを付加させる。この機質の混合液にソルターゼを添加すれば、目的の2つのタンパク質はペプチド結合を介して共有結合でつながる。この反応は、 NMR 分析において NMR 不可視な可用性タグを添付するために利用される。X 線結晶構造解析において複合体の形成の促進にも使われる。ありがとうございます。